大阪府ラジオネームザットゥ、神奈川県鎌倉市が売り出していた由比ヶ浜などの海水浴場の命名権を鳩サブレーで有名な老舗和菓子店豊島屋が落札しました。社長が言うにはどうやら公募するみたいですよ。ぜひアルコ&ピースさんも考えてみてはいかがでしょうかっていうね、来てます。北海岸すぐ決まっちゃったとかじゃないの。あーでもポッポハトだからね、ここにありますけど、ハトサブレ、うん、ポッポカ海岸、ポッポ海岸、うん、ハト海ポッポ海岸どっちにします。ポッポ海岸、サザンオールスターズ、ポッポ海岸。いやサザン関係ないでしょアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。こんばんは、アルコ&ピースの坂井健太です。アルコ&ピースの平子由紀です。はい、ナインティナインさんお疲れ様でした。お疲れ様でした。木曜日のオールナイトニッポンゼロはアルコ&ピースがお送りします。はい、はい、何オープニングのメール、うん、何その海岸の名前を、はい、うん、この鳩サブレーの会社の社長さんが、はい、会社が落札したんだ。落札した。でもそれをさらに公募するの。そうですね、そこはそうですね。じゃあ最初から鎌倉市が公募すればいいじゃん。なんで鳩サブレーを挟んだの。それはもうちょっと大前昆布みたいな話になっちゃったけど鳩サブレーを挟むゼニッコが動くんですよ。それはあー、ね、そうなんだ。そんなのがあるんじゃないですか多分、どっかのスタジアムみたいな。あーそういうことね。最近多いもんね。あ全然わかんないもん俺も。九州銀行ドームみたいなのがあるんだもん。俺わかんないけど、それ何人か下ろせると思って行っちゃう人いるよね本当に。でもおばあちゃんとかさ。あーそうだね、うん、慣れないもんねまだね。看板大きいからどれどれっつったらぐるーって回ってねない ATM がないよいや本当だよね。感じですよ。中には人いっぱいいるようなね気配あるんだけどねあーそう、ね、変わったの多いですから最近。でもなんかちょっとこういうの採用されればお金になったりするんでしょ、うん、ねえどうなんすかねその辺がね。なんかそういうちょっと裏バイト稼ぎみたいなやつでこの番組から出したいよね。ああそうですね、いいです ねでもね、うん、これそうですね。みんななんか最古みたいな海岸なんじゃないのしたらもう最古海岸でいいじゃん最古海岸ベクター氏の最古海岸こういうのもねちょっとね送ってみたいですけどもね。まあその当番組のねメールなんですけどもね、最近ちょっと多いのがありまして、ほら隠れ美和だの隠れトム・クルーズだのっていうなんか謎の隠れシリーズがちょっとねメールで多く送られてきてんですけども、ほら先週かな、先週もラジオネーム看護アンゴが隠れミワのメールを3、40通送って全部弾かせていただいたっていうねあれがあるんだけど、まだその隠れシリーズがねどうも多いのよ。基本的に弾いてんだけど、例えばねちょっとこんなのも来てるんですよ。ラジオネームあさっての塩加減で、これ件名が隠れ鶴のたけしで、本文隠れ鶴のたけしって何ですか知らねえよ知らねえよまずなんだよそれまずねえからさ、隠れシリーズがねえし、隠れ鶴のたけしもなかったし、何ですかって言われてもなんだよ。ないからね、もともとね。ねえ。でね、そのラジオネーム看護暗号からもまあちょっと来てるんで、はいはい、まあちょっと読みますよ。おい平子、お前はなぜそこまで美和を拒む。新世界の幕開けを拒絶するつもりか。お前はもう美和の呪縛から逃れることはできない。美和はすでに人知を超え、限りなく神に近い存在へと成り変わった。我々は美和に支配されている。いくらお前が美和を拒んでも、美和が世界から喪失することは絶対にない。なぜなら美和は一人一人の心の中で永遠に生き続けているからだこいつだけ隠れシリーズじゃなくて美和シリーズで送ってきてるもんね看護はもう隠れじゃなくなってるからね
こんなんが3、40通来てるわけですからね。美和さん、心の中じゃなくて普通に生き続けてますからね。そうだよね。ね。あの、その、神格的なもんじゃないからね。あの、隠れミッキーとかね、うん、あの、主体となるミッキーがボーンってね、世界的に出てて、うん、小さくね、うん、あ、ミッキー見つけたっていうものであって、別、う、に、ん、その、あの、美和さん、その、隠して、小さい美和見つけたみたいな感じで遊ぶものじゃないから。そうだね。あんま面識ないから、そんな俺らもわかんないしね。ねこれ、俺らがその隠れアルコ&ピースみたいなことを外でやられてたら、あんまいい気しないよ、これ。そうだね。隠れシリーズ禁止ね。これね、あの、振りじゃないですよね。ね、うん、本気でね。本当に燃やすから。やめてね。さあ、ということで、この番組生放送ということで、はいはい、リスナーのあなたからメールを募集したいと思いますが、うん、はい、ね、はい、うん。僕、うん、ね、イングランドのプレミアリーグの、マンチェスターユナイテッドに移籍しようと思ってるんですよ。ということで、今日のメールテーマ、こちらでございます。待って、何？酒井健太が、マンチェスターユナイテッドで活躍する方法。何？え、酒井健太が、マンチェスターユナイテッドで、活躍する方法。方法が何？いや、それをメールで募集したいな。なんで？いや、移籍したいんで、僕。移籍したい？はい、マンチェスター。マンチェスターユナイテッドに。え、ちょっと一からちゃんと説明してよ。わかんねえよ、急に。いや、まあ、この番組ちょっと平子さん結構やりたい放題やってらっしゃるじゃないですか。やりたい放題はやってないよ、うん、別に。いやいや、なんで今回は僕がちょっと好きなことやらせていただこうかなっていう。いや、好きなことはやるのは全然いいんだけども、はいはい、それは説明が全然急だったから、はい、グンって入ってきたから。何？どういうこと？先週のね、うん、オープニングのメールでも、うん、マンチェスターユナイテッドのね、うん、ファーガソン監督が辞めるって言って、ああ、なんか、うん、そう、そんなこと言ってた。新しくモイーズっていうね、うん、元エバートンの監督かな。もう、あ、横文字が多くてわかんねえや。まあでも、この監督が、マンチェスターユナイテッド、うん。マンチェスターユナイテッド知ってるでしょ？マンチェスターユナイテッドは、なんか、引いてたチームでしょ？なんか、サッカーの、もう、強いチームでしょ？すごい強いチーム。吉本みたいな。あ、もうそう言ったらそう、吉本みたいなもん。まあ、そのモイーズ監督は、割と若手をこう、積極的に使ったり。あ、じゃあ、結構そのライブシーンから、メディアにどんどん引き抜くぞ、みたいなことなんだ。そうそう。だからもう、囲碁将棋とかどんどん出していくタイプの監督、社長になるみたいな。そういうこと。若手のね、そうそう。吉本の所属してる、ライブシーンを中心にやってるやつでもガンガンメディア出していくぜっていうやつ。どんどん出てくる。おお、じゃあちょっとそのマンチェスターユナイテッドの形が変わりつつあるみたいな。そういうことです。そういうことなんですよ。なんかその若手に目をつける作家さんが入ってきたみたいな。あ、もう本当そう。もう新しい目をどんどん。だから香川も、まあ、考え方によってはチャンスだったり。僕もまあ移籍すればそのまま。まあ言ったら若手ですから移籍。俺今そのサッカーと芸人のその例えこっちゃになってから何のこっちゃ全然わかんなくなってきたわ。で移籍だから香川は今マンチェスターユナイテッド。マンチェスターユナイテッドです。香川。だから僕はだから、ソニーミュージックアーティストから太田プロに移籍して、太田プロからマンチェスターユナイテッドっていう。それソニーから太田プロのこの飛び方からズーンっていかないか。ビョーン。いや、ビョーンっていうか。種類違うからね。そうなんですよ、ね。遺跡って、まあ、そういうことで使うの？遺跡って、それも正しい言葉なの？まあまあ、まあ、正しいのかな、うん、そうですね。まあ、夏のマーケットに向けてちょっと市場が開くんで、まあ、そこで僕も名前が上がる。夏のマーケットに向けて市場が開く？はい、夏は遺跡の市場がちょっと動くんで。それは何？いや、向こう側からの、ほら、需要っていうかさ、オファー的なもんかさ。オファーは今のところはないです。今んとこですけど、それは。一応、まあ、なんいろいろ、今んとこないですね。自己申告みたいなこと？自己申告っていうか、まあ、オファー待ち。だからお前今日そのユニフォーム着てんのか、赤い。そうなんです、今日、の TV 見てる人は分かる。三平みたいな格好して。いや、ね、あの人も着てますけど、これ、香川のね、後ろも香川のマンチェスターユナイテッド。はい、着てます。ユナイテッド？アローズじゃないですよ。マンチェスターユナイテッド。マンチェスターユナイテッド。はい。はいは、それ、もう一番強い、世界で一番強いチームなの？それ難しいですけど、どこの、ま、国は？イングランドです。イギリス。イギリス、うん、イギリスですね。はい。もう、強豪、老舗です。老舗？老舗。やぶそばみたいなことだ。
まあまあ、でも、もうすごい、昔から、もう100年以上歴史ある、ね。ああ、そう。はい。やぶそばじゃん、じゃあ。だからもう、香川とかも本当すごいんですよ、ここに入るっていうのが。へえ。僕もだから入ったら、それは、快挙ですよね、日本人で。快挙。うん、まあ、所属っていうのは、その、所属はするけど、芸人としての活動は続けるみたいな。できればね、やりたいですけど。オセロさんみたいな感じで、じゃあ、一人別な、なんかね、そうですね。個人事務所立ち上げてみたいな、でもコンビは続けようとしてたみたいなことでしょ。本当はね、本当はそれが理想ですよね。だから、でもちょっと忙しくなるから分かんないですけど、どっちもね、どっちも忙しくなったら分かんないですけど。それ、なんで、マンチェスターユナイテッド入ったら、その給料の取り分何々になるのよ。それ難しいけど、まあね、今まで頑張ってきた分もあるんで、まあ、平子さんにも多少はね、跳ね返りはある。どういうこと大丈夫なの今日、責任持って やれんのね、それね。俺は見えないけどね。いや、それはもう。まあ、サッカー詳しくないっていうのもあるけど。はい。もう、それはもう、任せてください、僕が。一任するんで。ああ、じゃあ、ちょっと。はい。ということで、うんうん、今日は僕、酒井健太がマンチェスターユナイテッドで活躍するにはどうしたらいいのかを送ってもらいたいと思います。例えば、どんな戦術を使えばいいのかとか。戦術？ライバルは誰になりそうだとか。モイーズ監督に気に入られるにはどうしたらいいのかなど。いろんなアドバイスをお待ちしております。メールアドレスはすべて小文字で ap@allnightnippon.com、ap@allnightnippon.com です。アルコ&ピースの頭文字を取って AP となっております。いや、はい、これちょっとダメそうじゃない？俺はちょっと見えないわ。なんか変えよう変えよう、メールテーマ、あの何にするんですか、だって上手な梅雨の過ごし方。そんなんじゃないんですって。僕はね、これ平さん本気なんですってマジで。カビラ J さんからも応援してくれてるんです、カビラ J さん。してないよ、カビラさんが、お前を。じゃあ聞いてください、この音源、どうぞ。絶対に負けられない戦いがそこにはある。ジャパンプライド。まあ、お前のこと一言も言ってねえじゃねえか、これ。これなんか。これはもう本物の音源です。あ、これはっきり言って。お前音源っていう。本物の。本物の音源なんだろ、これ。いや、一応ちゃんと。AD、斎藤、ちょっとお前そこに積んである CD 持ってこい。持ってくんのかよ、本当に、おい。斎藤。斎藤さん、見せろ、ちょっと。なんだ、これ。いや、それは、そうなんですよ。それは。お前、これ、テレ朝のなんかサッカー関連の全部入ってるやつじゃねえかよ。なんか、そうなんですよ。それが僕用にあれ知ってくれたみたいで、上層部お前、カビラ J の絶対に負けられない戦い、そこにあるボーナストラックとして19に収録されておりますって書いてあるんじゃねえかお前。これ流したんだ、見してじゃねえよ、見ろよお前、これふざけんなよお前。絶対に負けられない、いいよもう流すな、やめろ。平子さん、これ以上邪魔するんだったらフーリガン出動させますよ。やめてくださいよ、もう。フーリガンってお前、出動させるもんじゃねえからな、お前。勝手に荒くれるもんだから、お前。行けって言われて奴らやってるわけじゃねえからな。スワットみたいなもんじゃねえからな、お前。さあ、このアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロは、日本初のスマートフォン向け放送局、NOTTV でもここ東京有楽町日本放送のスタジオのライブ映像とともに同時生放送でお届けしております。さらに、NOTTV では放送終了3時間後の朝8時から再放送もお送りしております。スマホで見るオールナイトニッポンゼロ、ぜひ NOTTV でお楽しみください。ハズレ回だな、これ。いや、大丈夫、大丈夫。神回になるから。では、ここで一曲いきましょう。サッカーが大好きなミスチルの桜井さんと、学 MC のコラボユニットです。ウカスカジー。でも手を出すな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、今日はアルコ&ピースの酒井がマンチェスターユナイテッドで活躍する方法をメールで募集しています。メールアドレスは ap@allnightnippon.com、 ap@allnightnippon.com。 モイーズ監督、チャンスをくれてありがとう。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。はい、木曜日のオールナイトニッポンゼロはアルコ&ピースがお送りしております。なあ、はい、まあ、それはいいんだけどさ、はい、何、お前がその部活、サッカー部だったわけじゃん。サッカー部ずっとやってましたね、うん、中高大学も1年やってました。どんだけのもんなの。いや、もう僕本当にだって川崎市選抜ですから、僕中学の時とか。市の選抜、川崎市ですよ。川崎市ってすっげえレベル高いんですよ。そうなの。そうですよ。誰がいるの。中村俊介とか神奈川。ああ、
そんな猛者のいる中、うん、僕はそのイレブンに選ばれてたんですよ、うん、世代ちょっと違いますけど、うんうんうん、だってさっきの曲の学 MC さんとか、うん、桜井さんとか、うん、僕一緒にサッカーやったことあるんですよ、フットサル。なんで？あ、フットサルで。そう。へえ。すごいでしょ。すごい。それは。そうでしょ？うん。すごいんだよ。上手なの？いや、うまいです、うまいです。めちゃくちゃうまい。でも、やったこと、学生時代やったことないのかな、もしかしたら。でも、すごいうまかったです、桜井さんとか。へえ、うん。なんか、言葉交わしたり、チャージしたりしたの？肩でガーンって言ったり。いや、なんかね、結構ね、ステーイって言うでしょ。言わない言わない。絶対言わない、そんな。絶対言わない、そんな。うん。とか言わないの。なんて言うの。いや、せーとか言わない、普通の。だ結構ね、真面目に、なんかこう、頑張る感じタイプの選手。この、ヘラヘラサッカーじゃなくて。ヘラヘラじゃない。サッカーさん真面目になんかやって、だ俺もなんか手抜いちゃいけないなと思って、ガッツガツ行きました。ゴロンゴロン回して。ゴロンゴロン回して。桜井を。はい。多分覚えてないと思うけど、僕のことは。もう一回ぐらいしかやったことないんで、ほんとチラッと挨拶ぐらいでした、ね。よろしく、どうぞ、って言ってきた。そんな A ちゃんみたいな感じじゃなかったですね。A ちゃんじゃねえだろ、今の。いや、桜井さんもそんな感じじゃないですけどね。いや、そうですよ。まあまあ、でも、中高大学とやったんだ。中高大学ですね。じゃあまあまあ、うん、エリートっちゃエリートなのか。まあ、大学も言ったら、セレクションに行って、静岡の大学なんですけど。セレクション？なんていうんですか？テストみたいな。おうおう。そう、オーディションみたいな。あ、芸人でいうオーディションみたいなのが。そう。で、まあ、受かってっていうか、まあ、それで入れたっていう。あ、大学に？そうそうそう。サッカーで入れたんだ。そうそう、僕。じゃあ、一流入試みたいなもんだ。まあまあ、そうですね。ちゃんと、テストもちゃんとやりましたけど。なそれ、面接官の前でリフティングとかするってこと？そうじゃないですけど、ちゃんとなんていうんですか？フィールドで。あ、校庭でやるんだ。校庭っていうか、うん、専用グラウンドがあって、そこで、はい。結構今は強いみたいですけどね、その大学。はい。まあ、情報も結構、知ってますよ、サッカーっていうか。サッカー俺知らない。マンチェスターユナイテッドの選手とか言えます？マンチェスターユナイテッド。うん、まあ、香川も今。香川、はい。香川と、あ、香川となんか争ってる人。ルーニー。お、ルーニー。すげえ。悪道。悪道ルーニー。悪道ウェイン・ルーニー。悪道ウィン・ルーニー。悪がままに。ステーいや、関係ないから、それ。桜井さん関係ないから。桜井さん関係ないから。イングランドの貴公子ベッカム。貴公、ベッカム。ベッカムも。今日引退しましたけどね。ベッカム引退したの？引退したんですよ。やってたんだ、ベッカムまだ。やってました、やってました。パリ・サンジェルマンっていうフランスのチームで。今だから、うん、今っていうか前は、うん、マンチェスター・ユナイテッドに所属してたんですよ。クリスチャーノ・ロナウド。クリスチャーノ・ロナウド、知ってる。知ってる貴公子ね。フィールドの貴公子。フィールドの貴公子、まあ貴公子かっこいい、かっこいいですからね。かっこいい感じの。かっこいい人。あ、そうだ、かっこいい人だ。モデルと付き合ってる人。そう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 。そんな、あとは。ユッティさんみたいだな。いや、ほんとそうなんですよ。童顔の殺し屋スールシャールとか。え、何？童顔の殺し屋スールシャールってノルウェーの、ちょっとマニアックですけど。童顔の人を殺すの？顔がちょっとね、ベビーフェイスなんですよ。ああ、その人自身が。そう、ベビーフェイスだけど、こうシュッとゴール決めるっていうね。何を殺すの？相手を。ハンター。ゴールハンター。ゴールハンターだろ？童顔ゴールハンター。そうだろ？殺してねえもんだって、誰も。ダメよ、殺したら。即お縄だよ。即お縄に帰ろう、それ。いや、そうです。南海の黒豹、レイセフォー。それ、K1 選手ですから。関係ないですから、それ。あ、そういう、あれついてんだ。ついてる人もいますね。いろいろ。キング、エリック・カントナみたいなね。え、キングだけ？キングだけの人います。もう、そこの人はもう。創意工夫がないの？ちょっとね、ちょっと足りないですけど、もうミスター・マンチェスター、僕大好きなんですけど。どっち？キングなの？ミスターなの？どっち？あ、僕はミスターです。でも。僕はミスターです。みんなはキング。キングって呼んでます。長島さんは？くっちゃくちゃだなぁ。チェスター・ユナイテッド。はい。イギリスにあるんだ。イギリスにマンチェスター。マンチェスターっていう街があるの？街があります。あ、じゃあ、清水エスパルスが清水にあるみたいなもんだ。あ、そうです。ああ、そっかそっかそっか。そうなると分かりやすいですよ、ね。うん。あ、J リーグもじゃあ、チームとか知ってんですね。俺昔、近所の友達が、もうずっと小中って一緒だった友達が、うん、水戸ホーリーホックにいたからね。マジで？そう。あ、すげえ。だからそれだけ知ってる。水戸ホーリーホックだけ知ってる。水戸ホーリーホックは、マニアックだな、また。マニアックなの？あんまり、
知ってる人いる、まあいる、まあなんとなく聞いたことある人いるんでしょうけど、うんうんうん、まあ、J2 ですからね、言っても。ああ、そうなんですよ。それは J1 に上がろうと躍起になるチームってこと？躍起になるっていうか、まあそうですね、 J1 に上がろうとしてる。 どんぐらい J5 とかまであんの？いや J2 しかない。今なんか3ができるかもしれないみたいな話があるみたいですけど、今んとこ2だけですね。ああ、そうなんだ。そうなんですよ。じゃあ K1 で言うと、昔 K1 も K3 まであったからね。ああ、みたいですよね。ホースなんてもともと K2 とかあの辺の選手だったわけよ。でウェイト上げてね、はい、K1 の方にね、そうするやって。ウェイトは関係ないでしょ。J2、J1 の。まあ選手一人一人はまあそれなりにあるんでしょうけど、ね、体調管理みたいなのもあるし、まあそんなにチームとしてはあんま関係ないですね、ウェイトは。ベッカムは、はい、イギリスの人？ベッカムはそうです。で地元に入ったんだ。地元でやりたい、地元をこう底上げしていきたいっていうか、町おこしみたいな感じではないですけど、地元、マンチェスターが地元なのかちょっと僕もあんま分かんないですけど、うん、まあ、町おこし感覚じゃないの、その地元のイギリスでやりたいっていうのは。いや、多分そんな感じじゃないですね。富士焼きそばみたいな、なんかそういう、いや、ベッカも富士焼きそばみたいな感じじゃないんで、またそれちょっと話違うんですけど、だからもう、今、今日とかも僕、ちょっと時間、でこれまであったじゃないですか、日本放送、うんうんうん、もう走ったり、ちょっと最近もう一回体鍛え直そうかなと思って。なんで？え？なんで？いや、ちょっと太ってるじゃないですか、僕、うん、そうだから、ともう一回鍛え直そうと思って、ちょっとサッカーもう一回しっかりやろうかなと思って。ベッカムが辞めたその日に？え、ベッカム辞めたの本当今入ってきたニュースみたいな感じなんで。魂受け継ぐみたいな。いやいや、そこまでじゃないですけど、ベッカムの魂を。いや、でもまあね、あんな上手い人が辞めるんで、僕もね、ちょっともう一回やろうかなと思って走ってましたよ、今日。笑いやれよ。いや、笑いをよ。笑いもまともによ。俺がめしこしこネタ書いてよ、はい、頭悩ませながらおめえ、はい、え、お前真由美にお前パソコンも買ってもらえねえ状況で、携帯電話で指痛めながらしこ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 長文のネタ打ってよ、はい、うん、これにお前黒豚みたいな体さらしながらエッセラホッセラその辺走って、お前500メートルぐらいでぜいぜい言ってポカリ飲むんだろうがよ。まあそうですね、あんまり最近走れないですけどね。そんなどこ生きてんだよ、うん、え、どこ生きてんだお前。いや、やっぱりちょっとこれちょっとだらしなすぎるでしょ。お前走ってるっつってもさっき聞いたら、お前今日カレー作ってましたって言ったじゃねえかよ。え、だから走った後にカレー作ったんですよ。デブじゃねえかよ、ただのよ。プラマイゼロみたいな。プラマイゼロじゃねえ、マイナスだよお前。なお前、これからサッカーで一肌上げてやろうっつうやつ、お前走った後カレー作んねえだろお前。いや、でもベッカムカレーとかねえだろお前。J リーグカレーありましたよね。あった。そうだ、ありましたよね。ああ、うん、少年がラモスみたいになっちまうのか。いや、そうですよ、くれよ。いやいや、そうですけど、ああ僕もでも話違いますけど、うん、ここにね、うん、車、まあ走って、うん、今日のね、スケジュール走って、うんうん、カレー作って、うん、ここ来る前に、うん、直前ぐらいに、新宿のビームスに、うん、ちょっとね、服買っちゃおうかなと思って。なんだ、どうしたい、うん、お前買っちゃおうかなと思って、いろいろ試着したりしたんですよ、僕。なんかジョーの休日みてえだな、なんかな。ジョーって誰？ジョーってあの J リーガーの昔の。俺知らねえけど。え、で試着したんですよ。ビームスのL って M でしょ？よく言った。ですよね。ほんとそうなんだ。いや、まあ、ビームスだけじゃないぞ。うん、全然入んない L。日本の M は S だし、細身なんだろうな、主体が。ねえ。うん。あれ、どのにか。ビームスはまあ、ものによって XL まであるんだよ。あ、そうなんですか？俺もだからもう、サイズを探す旅路だよ。服買いなんつうのは。俺も困ったわ、ほんと。何にも着れなかった、俺。いや、ほんとそうだよ。店員が笑ってるわお前、うん、外で。絶対そう。俺もなんだ、俺もね、アメリカンラグシーか、はい、今パツパツの、まあパツパツ主体の服屋さんだよ、はい、そこ行ってさ、うん、G ジャンなんか買ってやるかなんて思って試着してさ、グ、うん、ーって入れて入んねんだ。だからこう、うん、体がエモンかけみたいな状態になっちゃうパツパツで。リーバイスファーストだかセカンドだか、こう丈が短いもんだから、もともと丈短いデザインなんだけど、俺着るとパツパツになって丈がもう乳首のちょい下みたいになっちゃって、でいかがですかっつって、でもまあ体これ伸びんのかなと思ってガー開けて、店員さんこれ伸びますかっつったら、
こうなんか、ヤジロベみたいなやつが中から出てきたから、さすがに店員吹き出したね。俺忘れねえや、その出来事。ね、ああもうまいこと言って、セカンドインパクトって呼んでんだ、俺。どうだい？どっかないっすか？僕らに合うような、なんか、ちゃんと切れる、スラッと切れるようなさ。もうそんなん僕何にも知らないからさ。ギャップ。ギャップか。やっぱ安定のギャップか。安定のギャップ。安定してもんな。ああ、ギャップさんでもね、あれ日本企画になったから、日本企画になる前のギャップなんか S で俺ちょうどよかったからね。向こうのサイズの S が来てるってことですね。ああ入らないよ。いや、そうだ。知るか一緒に。いや、だからそうなんだよ。走ろう？ああ。鶏肉のカレー作ってよ。ささみカレー作って走ろう。どうだよ。いいですね。なジングルも入るわけだな。日本初のスマートフォン向け放送局 NOTTV、 スタジオのライブ映像とともに同時生放送中。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。白子由紀です。はい、本日のメールテーマは酒井健太がマンチェスターユナイテッドで活躍する方法。うん、メールに行く前にですね、はい、フジテレビのスポーツ部はね、うん、マンチェスターユナイテッドに移籍する僕に目をつけてすでにこんなの作ってるんです。フジテレビが、はい、フジテレビスポーツ部が、スポーツ部が作ってます。こちらの音源聞いてください。音源プレミアリーグジャパン、ケンタ・サカイ、マンチェスター・ユナイテッド。あれあれ、ほら、言ったでしょ。本当だ。おい、今の本当じゃんかよ。何今の。ちょっともう一回、もう一回、もう一回聞かせて、もう一回聞かせて。プレミアリーグジャパン、ケンタ・サカイ、マンチェスター・ユナイテッド。ケンタ・サカイって言ってる。お、本物じゃんかよ。本物ですよ。これ、ケンタ・サカイの前なんて言ってんの？ジャパン。うん。ケンタ・サカイ、マンチェスター・ユナイテッドです。すげえ。すごいでしょ。本物じゃん、これは。本物ですよ。どんな金使ったの？いいな。いろんな、そうですよ。こんなのあるんですよ。これはいいわ。羨ましいでしょ。お前、これ音源焼いてもらうなよ。ちょっと本当にいい気になるもん、これ。すごい。そうなんですよ。平子さんのも、ちょっともうまあ、平子さんのも一応。俺のはないよ。いや、ちょっと聞いてみましょう。じゃあ、ほんと？ウルタプロ、ジャパン、ユキ・ヒラコ、アウトランティー。俺のだ。俺のだ。何これ、プレ、ご褒美？うん、ご褒美です。ご褒美なんで。何これ。いや、スポルトのね。俺もこれは知ってる、聞いたことあるもん。ですよね。うん。マンデーフットボール。うん。これ本物の人？これ本物の人だろ？本物の人、本物の。え？誰？日本放送の、うん、飯田アナウンサーっていう人に、あ、撮ってもらってます。日本放送の飯田アナウンサーっていう人がやってんだ。あ、違う違います。ほんまジョンガビラさんが。え、じゃあ偽物？まあ、偽物、もう一番近い、ジョン・カビラに一番近い偽物です。何それ？なんだ、俺本当に感動した、今。俺のもやってくれたと思って。でもこれ、相当似てますよね。似てる。ねえ。オタプロって言いましたよ。俺のもう一回聞かせて。オタプロ。ジペン。ユキ・ヒラコ。アウクアン・ピー。すげえ。これ、デレッ。デレッ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 デレ酒井さん、マンチェスターユナイテッドの移籍、おめでとうございます。本当にすごいですよね。でも酒井さん、ここからが本番です。僕はサッカーのことがわからないので、アドバイスはできないので、それは他のリスナーに任せます。平子はアホだから、わけわかってないと思うけど、いずれことの重大さに気づいてくれるさ。頑張ってください。っていうね、ありがとうございます。誰がアホだ？
出た誰がアホだやめてくれよ。後々気づくツッコミ出た。アホじゃないですよ。お願いしますよ、本当に。なんだよ、ことの。重大なことですから、これ。ね、はい。ラジオネーム、パッキーカード兼。芸人からセリエ A のスターへの華麗なる転職、見事です。活躍するには、オフサイドからめ、274からの334、最後は、イリーガルユースオブハンズで華麗に決めるといいですよ。何言ってるか全然わかんない。何もわかんないわ、それ。セリアじゃないし。なんか274って何これ、あのショートからセカンドからファーストみたいな、そういうこと。ゲッツーみたいなことですよね。そういうことなの。サッカー用語ではないですよね。274ってそんなゲッツー成立しないですけどね。でもこれ知ったかしてんのか、これな。もう知ったかです。全然知らないですよ、これ。多分知ったかサッカーか。オフサイド絡めって言わねえよ。これあの漢字の辛いで言ってきてんだよ。あんま聞かないですね。ラジオネームペッちゃん、攻撃については良くも悪くもイングランドっぽさがかなり強めかなと、うん、イングランドっぽさといえば縦ポンサッカーとも揶揄されるボールを取ったらとりあえず前へ蹴り出す、サイドへ蹴り出しセンタリングを上げるというフィジカルを前面に押し出したサッカーのことです。縦ポンサッカーって呼ばれてるの。縦ポンサッカー、イングランド、まあ、そういう時期もありましたね。確かに今はもう違いますけど、フィジカル重視の。アメフトじゃん、これ、もう。センタリング、今言わないしね。クロスとかね。センタリングって言わないの？センタリングなんてもう、昔の人ですよ。ダサい。サイドから上がってセンタリング、中央に待ち構えて、あー、ヘッド合わず、ゴールキック。平子さん、情報が全部ウィニングイレブン6ぐらいなんですよ。その実況の感じも。あ、そう。ババンギだ、腕勢。よく出てくるな。だから6なんですよ、それ。もう6で止まってるんですよ。あ、そう。アップデートしてください、それ。今のは決めてほしかった。カヌーとかでしょ。あ、そう。背高いやつ、ね。そうそう、カヌー。そう。なんかあれだ、ベストをジレって呼ぶみたいな感じだ。あ、そう、そういう感じです。もうちょっと昔の言葉っていうか。ファッショナブルサッカーになってんだ、今。ラジオネーム、おむすびちゃん。明日の日没までに、マンチェス族7人の戦士をすべて打ち倒し、その首をすべて並べよ。さすれば道は開かれん。あ、なあ、もともとマンチェス族っていう人がいたの。違います、全然違う。そんな。なんだこれ、もう嘘メールばっかじゃん。俺、わかんねえからさ。混乱するからさ。やめてくださいよ。マンチェス族なんていないですよ。その首を並べようだってよ。なんだよ、それ。そしたらなんかこう、光が見えてくるんだって。扉が開くみたいなね。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。嘘つかないでね、俺ほんと混乱するから。東京有楽町日本放送キーステーションに全国ネットで放送中。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの坂井健太です。平子由紀です。はい、それではハイハイのオールナイトニッポンゼロから引き継いだこちらのコーナーから参りましょう。スパーキン、はい、リスナーからスパーキンさせたいことを送ってもらっています。最近は魂の叫びという歌詞になってきました。はい、はいはい。ラジオネームイエローサブマリン。子供が砂場で作っていた街を一瞬にせスパーキン絶対ダメな、これが砂場で山ぐらいだけど、街作ったら絶対スパーキンしちゃダメだね。サンドスパーキン。ラジオネーム、超獣ギガジャクソン。初めての喧嘩が外国人相手で、開始早々両耳をちぎられて土下座。スパーキング！パーキング！パーキング！なんかね、クタイソンみたいな。外人のね、そういう、なんか、フーリガンとかでそういうイメージあるね、もうね。わー、耳噛んで、ね、何でもいい、勝てばいいんだっていう。ラジオネーム、夜嫌いの夜行性。バイトの面接で、職歴に、お使い2年と自慢げに書いたら落とされた、スパーキン！お使い2年。面白いな。有能な店長だな、俺。東京都ラジオネーム、概念覆す。スカジャンを着せられたお地蔵さん、スパーキング！スパーキング！スパーキング！それで、な、夜、カサコジゴ地蔵みたいにスカジャンを着せていただいて本当にありがとうございます。魂の叫びでもないからね、これも。何のスカジャンなんだ、これ。ラジオネーム、カフェオレダベンチ。エグザイルのメンバーにスパイがいるとヒロから聞き、探偵としてエグザイルの新メンバー、
童貞としてデビューするもファンが全くできず精神的ショックから立ち直れなくなり、ネスミスから結局スパイなんかいなかったという知らせが届きまーす。急に入ったな。これね、あのローマ字で、ローマ字だろうね、童貞。でも抜け作ケイン小杉にの山賊スパーキング、スパーキング。爽やかに見えるけどね。そうだね、結局腰につけてるものをよこせ。ラジオネームのどぐろのどくろ。アイアンマンになりたい僕はお惣菜コーナーに置いてあるプラスチック容器を体中にまとい、109から大空へスパーキング。キャー、さらばアイアンマン。ありましたね。ラジオネーム寝て起きたら明日。ボーリングの球の使い方が分からなかったので、とりあえず穴にチンコを入れたら抜けなくなったスパーキング。スパーキング、スパーキング、スパーキング。中で大きくなったってことだぞ。そっか、返しちょっとたまに穴の開け方荒いところにあの返しみたいのついてるからね、あそこにスパッと入っちゃった、ね、最悪。ラジオネームパワーセックス。うちのお墓にチェゲバラの顔を彫ったやつスパーキング。スパーキング。何やってんだよ。勝手になんか革命起こしてる。チェゲバラ。石職人の人に彫ってもらったと思うな。綺麗なこれな。ラジオネーム三平。世界卓球選手権の会場で福原愛ちゃんが試合してる時、隣で見てたおっさんが錦織、錦織とか叫んでやがったので、一緒になって大声でスパーキング、スパーキング、スパーキング。阪神のファンみたいな酔っ払ったよね。錦織、錦織、もうやめたね、錦織勝ったな、勝った、よかったな、フェデラー言うだけ、ね、よかったわ、具合よかったんとちゃうか。やめとけお前、やめとけそんなこと言うの。地獄だな、最悪だよ。さあもう言わねえでムッとして。ラジオネームシカトロック。なんか違和感があったので金玉を持ち上げてみると、金玉の裏側がベルマークだらけ、スポーキング。リン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 。どういう状況なんだよ、わかんねえよそれ。みんなで夏休み明けに集めようとしてたんですかね。ラジオネームティッシュ職人ミトアナル。あの頃の前園、そして今の前園、スパーキング、スパーキング、スパーキング。これスパーキングだな。いや前園さん何も変わっちゃいないよ。変わってない、変わってないよ。あんだけなんか CM とか出てた時期あったじゃん。おねえ、いいんか、今も第一線だよ。第一線ですけど、前園正清です。そうそうそう。ラジオネーム試験電波送信中。中国語のシェイシェイって言葉が言えなくて、どうしても勝又国和みたくシャーシャー言ってしまった。スパーキング。スパーキング。でも意外と中国のスラングの人から見ると勝又さんのが正しいシェイシェイみたいな、ね。そうだね。シャーシャーみたいな、ね。シャーシャー。言いそうだね。ラジオネームおむすびちゃん。俺が今までエグザイルだと思って聞いていたアーティストの本当の名前がシモン・マサトだったという新事実に今スパーキング、スパーキング、スパーキング、スパーキング。シモン・マサトなんて泳げたい焼き君だよ。どんな間違いしてんの。グルーヴ感ゼロじゃん。ラジオネームザップ。唐沢俊明の魂を俺の右手左手でキャッチボール、スパーキング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 。彼な山口智子がやめてー、彼に返してー。動かなくなった唐沢さんがね、さてどうする。何があったんだよ。山形県ラジオネームベネットは静かに暮らしたい。銭湯にいるおじいちゃんのアナルのシワを数えてるだけで日給1万円もらえるバイトについているやつ、スパーキング、スパーキング、スパーキング。どういうことだよ、全然わかんないよ。みかんの上取ったらそこの点々の数で中の身の数わかるみたいな。ありますね、それアナルの数で今までのね上げてきた武勇の数がじいちゃんの何人言ってんだこいつ。ラジオネーム鳥獣ギガジャクソン。
OL が3日連続で洗わず履いてるタイツを初めてのバイト代1万円でスパーキーン。いろんな1万円の使い方あんな。もらえたり。3日連続で履いてるタイツか。俺、な、ブスの方がいいな。ブスに、お前履いてたタイツ1万円で買うよって言った時の、その、あっちの精神の揺れ動きに金を払う感覚だよ。歪んでるよ、それも。そんなことない。でも買ってくれたから。っていう。その日の夜の、その感情の揺れ動きに対する対価としての1万円だな。すげえな、その感覚。持ってねえわ、俺。いいよ。京都市、ラジオネーム、ウイロー。荒川よしよしだと思ったら、ただの親指だった。親指タイタニックみたいな。あの人はそれなりに舞台やってるつもりなのに全部親指なんちゃらになっちゃうね。ということで、あなたがスパーキンさせたいことを募集しています。メールアドレスはすべて小文字で ap@allnightnippon.com です。懸命にスパーキンと書いていただけると助かります。今日の夕飯は何食べた？カレー。悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子ゆきです。さあ、そろそろ1時間が経とうとしていますが、あのメール来てるんですけど、上手な梅雨の過ごし方のメールが結構来ちゃってるみたいなんですけど、どうします？それ今度にするわ。やめときます。今度またね、別の機会にちょっとするわ、ね、悪いけど。反応が早いわ、俺も。あ、なんとこんな人から来てます。ラジオネーム抜け作、どうも、モイーズです。ケンタには明日から練習に参加してもらうことになるから、今日はゆっくり体を休めてくれ。また後で会おう。ラジオネーム抜け作って言ったじゃねえかよ。モイーズのラジオネームが抜け作なのかよ。抜け作がモイーズなんですよ。なんでついでにトンチンカン知ってんだよ。抜け作がモイーズなんですよ、実は。モイーズだったんですよ。エバートンから送ってきて。知らないよ。今日は僕、酒井健太がマンチェスターユナイテッドで活躍する方法をみんなで考えてもらっています。引き続きメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com。ap@allnightnippon.com です。でですね、平子さん。何？まあ、僕がマンチェスターユナイテッドに移籍するっていうことで、まあ、先ほどね、マンデーフットボールの届いた音源、聞いてもらったじゃないですか。はいはいはい。なんとね、テレビ朝日から、こんな音源が届いております。届いたんじゃない？作ったんだろ？え、違います。テレビ局から送られてきた音源です。何それ？ちょっと聞いてみてください。はい、やべっち。マンチェスターユナイテッドの、酒井健太です。まずは、あれですね、やべさん、結婚おめでとうございます。僕はね、彼女もいないんで、まあ、今、一人なんで、一人で頑張ってますけども。まあね、こっちに来ても、やべっち FC なんか、DVD なんかね、送ってもらって見てますけど、やべさんいつも面白いですね。ありがとうございます。まあ、今期から、マンチェスターユナイテッドで、プレーすることになりましたけど、長いよ。まあね、スター選手も、こういうチームなんでね、その中でね、なかなか活躍するっていうのは難しいんですけど、長いよ。まあ、自分らしさっていうか、そういうのも出して、まあ、ゴール後のね、パフォーマンスなんかもみんなでね、やりたいななんて思って、その辺はね、あんまり変わらないように、したいな、減らすっていう。まあ、それとね、まあ、そういう中でも生まれて、また代表に呼ばれたりなんか、することもあると思うので、決してもいいよ。まあね、その時は、日本に行った時に、矢部さんとも。時間ねえじゃん。いやいやいや、聞いてみて。ということで、今度日本に帰ってきた時は、一緒にサッカーやりましょう、矢部さん。よろしくお願いします。ということで、マンチェスターユナイテッドの酒井健太でした。ね。いや。ねえじゃねえ、終わりじゃねえかよ、もうこれを。一部地域の人、どんな感情でお別れするんだよ、これを。来週オンエアされるんじゃないですか、これ。もっと他のもん作れよ、時間費やせよ。先取りしたやつ。先取りじゃねえよ。さあ、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。そうじゃねえよ。ここで一部の地域の方とはお別れです。1時間お付き合いいただきありがとうございました。俺今日全然わかんねえよ。感覚が。
ずっとお前知らねえ話されてんの、なんかお前どっかの工場のなんかネジとかの種類の話されてんのと一緒だからな、お前。ちょっとね、手応えが分かんないよ。単語がちょっと分かんないのが多いかな、ちょっと、ね、で分かんないよ本当に。そうだね、ちょっと分かもうちょっと分かりやすく熱だけちょっと伝えていこうかなと思ってるんで。熱も来ねえし絶対移籍したいっていう絶対、はい、お前2年ちょっと前に太田入ったばっかなんだからよもう移籍はいいよまあまあもう俺でね、はい、やっていきましょうよ、はい、まあとりあえずここまでアルコ&ピースの平子祐希と、はい、マンチェスターユナイテッドの酒井健太でした。そして前園正清でした。出た、出た。日本初のスマートフォン向け放送局 .tv スタジオのライブ映像とともに同時生放送中。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、時刻は4時になりました。この時間はアルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロをお送りしております。いやー楽しいですね今日は。楽しくねえよ今日。ハズレ回だよ。俺何言ってるか全然わかんねえもん。いや神回です、完璧神回。神回じゃねえよ。神回来てますよ絶対。どういうことなんだよ。さっきも全部お前フェイクじゃねえかよ。フェイク？フェイクサッカー番組だよただの。お前この3時台しか聞けなかった人いやこっからもうちょっとディープなとこに行きますから。平子さんあんま文句言ってるとちょっとまたフーリガン出動させますよ。来させろよおめえ。そっちの方がまだ盛り上がるわだから、まあ、メール来てますけども、うん、ラジオネーム居眠りごっこ。今週はただただ酒井ちゃんが楽しい週なのか、うん、ほら見ろお前。いやいやそうですよ酒井さんが楽しい。そうですよじゃないよお前。酒井ちゃんが楽しいコーナーですよ楽しいコーナーではない。ラジオネーム地球の明日、うん、何ノリノリでやべっち FC の VTR 作っちゃってんだよ、うん、そんな暇あったら走り込めよ。まあ、どっちも違うけどないやどっちも正解ですよ。どっちも正解じゃないよ。こんな人からメールあ、どうもファーガソン監督です。酒井ちゃん明日 他局のラジオ番組で僕のことを紹介してくれるみたいだね。ありがとう酒井ちゃん。お礼にモイーズへ俺から推薦状出しとくねってね。お前もうやめろよ。なんで全部その監督系抜け作発信なんだよ。やめろよ。本当にわかんないんだからお前。ファーガソン入りどう思うって言わねえだろよまあまあいいえ、もうちょっとサッカーのラジオネーム不要義務。ユナイテッドはスコールズが引退し、うん、センターハーフが手薄なので球離れの良い散らせるタイプになった方がいいですよ、うん、そうなんだよ絶対そうなんだよ。スコールズっていう名手ですよ。どういうこと。俺これ全然わかんねえんだけど読んでて。スコールズっていう選手が出てる、まあ、ベッカムとかと同期の、うん、同世代のもう最高の。これスコールズっていう名前なの。選手 あだ名。いやなんかこう雨のように球を散らすみたいなそういうのじゃなくて、ポール・スコールズっていう名前です。あ選手だ。その代わり和製ポール・スコールズですよね僕だから狙ってるのは。和製ポール・スコール、はい、スコールズ。スコールズ散らしていくどんどん。ちなみに俺は和製で言うと誰なの。平子さん誰だろうな。選手ですよね。和製アンディ・コールだな平子さん。そのどっかのギター弾きみたいな選手ですけどね。ラジオネームプレッシャーバースト。現代サッカーは、うん、ダイアゴナルランをダイアゴナルランしてダイアゴナルランした後ダイアゴナルランしないとダイアゴナルランできないです俺が言っとくけどこれすらも本当にあるんじゃないかって思ってるからな。あるの？ダイアゴナルランちょっと僕知らないんですけど、おとりになる動きみたいですよ。あ、僕知らないですわ。ダイアゴナルラン、おとりになるっていうことなんだ。うん、僕も知らなかったな。それこっちで引きつけておいて、うん、逆サイドに誰か走ってるみたいな。そういうことじゃないですか。だけどもうおとりしか出てきてねえじゃん全員おとりじゃん。本命誰もいない、ラジオネーム概念覆す、うん、酒井ちゃんに忠告だ。おモイーズ監督は、うん、ベンチに水飴を隠してるぞモイーズ監督は見てない隙にこっそり舐めるんだこれもなんかあの俺もブレるわこんなのこれここの教科書に載ってた都市春の話じゃんかこれ
な年春だっけ、なんかお坊さんか誰かが大事にしてた水飴舐めたからこう縛られて廊下にいたらその涙とかで上手にネズミの絵を描いて、お坊さんがそれ本物のネズミだと思ってびっくりしたっていう。なんだよお前。僕もちょっとわかんないですけど、ね、もうね、いい、じゃあこちらのコーナー気を取り直していきましょう。ドク、デロリアンの準備はいいかい？オッケー、それじゃタイムトラベルだ。アルコ&ピースの1週間。タイムマシーンで未来を見てきたあなたから、アルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな曜日別に送ってもらっています、こちらのコーナーです。さあ早速いきましょう。まずはラジオネーム旦那シモン。金曜日、キラコ、伝統と歴史を重んじるタイの首長族の長老にバーコードバトラーで負けるこの種族の中では今最先端の機械なの、ね、バーモンドカレーとか強いんだよ。ああなんかあったね、その都市伝説みたいなのが強いんだよ。そうだ、バーコードバトラーで漫画あったもんな。あったね。後半キリッキリしてたろうな、もうネタどうしよう。ねえわねえわ。さあ続いていきましょう。ラジオネームネズミ後輩。金曜、平子、新たな本拠地両国国技館で大活躍。日本の国技を盛り上げたいという意向で新弟子検査を受けた平子、無事合格し、しこ名を平左衛門とする。それから3年後、関脇まで上り詰めた平左衛門は初日からの負けなし12連勝。この日ついに横綱白鵬と全勝対決。立ち上がり、白鵬は平左衛門の方を張るが、平左衛門は全く微動だにしない。平左衛門は得意のラグビータックルをかまし、白鵬は倒れる。決まり手は押し倒し、平左衛門は13連勝を決める。しかしこれが平左衛門の現役最後の試合になるとは、この時誰も知る由がなかった。かっこデーモン小暮翔。確かに好きだけどね、デーモン小暮の相撲。これ白鵬のあれが効いてたってことだよな。そういうことですね。意外とその時アドレナリン出て痛くなかったけど、結構実はぐっきり言ってたってことだよ。続きまして、ラジオネーム食物繊維は大切よ。金曜日の平子、休日に息子と一緒に公園に出かけた。砂場で遊ぶ我が子を眺めていると、突然携帯が鳴り、一瞬目を離した隙に周りに届く泣き声。どうやら先ほど平子が作った泥団子を息子が誤って口に入れてしまったようだ。気が動転した平子はとりあえず息子を抱えたまま自宅に帰った。支離滅裂な言葉で先ほどあった出来事を奥さんに説明していると、突然平子の頬に一発のビンタが飛んでくる。あんたがしっかりしなきゃダメだろ。それからどれくらいの時が経ったか覚えていない。幸い処置が早かったため大事には至らなかった。治療を終え、家族3人で夕日の中、家に帰る途中に平子が照れながら、こいつが大人になってもこの出来事は絶対に他言無用な、分かってるわよ、でも私欲しいバッグがあるんだけど、妻の強さを改めて実感する、そんな一日だった。うるせえよ、なんなんだよそれ。タラッ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 。本当だよな、タラッ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 。でもすっげえつまんねえ時のあの三丁目の夕日みたいな。ラジオネームゴルゴ31。土曜日、平子が元テニスプレーヤー神尾ヨネと密会し、西郡慶の強さの秘密を聞き出す。終わりだよ。終わり？密会して聞き出す必要ねえからな。西郡くんの。これ西郡慶？西郡慶。西郡って言うんだ。西郡って読むんですよあれで。勉強になったでしょ。勉強になった。俺西郡西郡っつってるから、なんかミドルネームみたいな。ああ。西郡慶ですね。大したもんだね。大したもんだよ、すごいよ。ラジオネーム三平。土曜日、酒井、ケツの穴から何か出てるな。
イボジかなぁ、やだなぁと思い軽くつまんで引っ張ってみたところ、ボゾロップが丸ごと飛び出してしまい、あっけなく絶命。稲川淳二さん風の何なんですか、その。全部繋がってたよね、ボゾロップが。イボジかなぁ、やだなぁ。ズル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 。気持ち悪い。ラジオネーム、夜嫌いの夜行性。日曜日、平子、髪を切ろうとふと何気なく入った老舗の理容室に入ったところ、この道40年の腕を持つご主人にあっという間にコボちゃんカットにされ、どうだい、俺はあんたが店に入ってきた瞬間からこれだと思ってたんだよと満足げに言い、次に背中を向けて沈みゆく夕日を見ながら、お代はいらねえよと照れながら一言、ご主人はうっすら涙を浮かべていた。なんだろう。こんな日曜日だよ。いきな、お互いいきな、何なんか知らねえよ、もう。営業とか行ってんだよ、日曜日はよ。続きまして、ラジオネーム、アマシット。月曜日、酒井、胃を消して、イザムが寝ているところを強襲するも、寝ているのはイザムの影武者で、本物はすでに海外に脱出。あっけに取られている酒井の携帯にメールで残念でしたと送られてくるのを見て、苦虫を噛みつぶした様子の酒井がそこに。何なんすか、僕とイザムさんのセット。イザムどっから始まったんだろう、どっから始まったんだろう。俺ら発信してねえよな、イザム。してないと思うんだよな。自然発生してきたよな、うん、なんで俺と。無から急にビッグバン見てね。どんどん広がっていく。ラジオネーム、いちご大福。月曜日、平子は相方である酒井と突然連絡が取れなくなる。不審に感じた平子は自身のアカウントからツイッターの中、かっこトロンレガシー的な世界観へ潜入し、酒井を探し出そうとする。しかし、酒井は CS でのピンのレギュラー番組、もんだよファットマンのロケで日本を離れていただけだった。しかも酒井はツイッターのアカウントを持っておらず、平子は酒井の、平子は酒井の消息をつかめぬまま、元の世界への戻り方が分からず、トロンレガシー的な世界観の中で一生を終える。やだよ、あんな縁がテカテカ光った世界。なんだよ、もんでよファットマン。もんでよファットマンで、なんで海外ロケ行ってんだよ。CS だろ。タイかどっか行ったよな。一年発起して。ねえ、ラジオネーム、おむすびちゃん。火曜日、シャムシェードのボーカル、ツイッターで、ヨシギュナウとつぶやく。俺らは関係ねえじゃねえかよ、これ。シャムシェードのボーカルの火曜日じゃねえかよ。シャムシェードのボーカルの火曜日知らねえし。そうだよ、ね。土日はちょっと知りてえけど、火曜日はいいわ。どうでもいいわ。久しぶりに聞いたな、シャマシで。ラジオネーム、マミンヌ。水曜日、正午、酒井が渋谷を歩いていると、前からダサいおっさんが歩いてきた。うん、おっさんのくせに、キャップを斜めにかぶり、うん、T シャツには、幼稚な猿のキャラクターが描かれていた。酒井はそいつと一瞬目があったが、すぐに目をそらした。そして、あんなダセえやつ、今の渋谷でもまだいるんだなぁと心の中で漏らしたのだった。後日談だが、酒井が言う超絶にダサかったやつは、あのブランドメーカー、エップの社長である2号。ダマンダイでアルコ&ピースを知った2号は、エップとのコラボの話を持ちかけようとしていたのであった。あのあれか、猿のベビーマイロってやつか、確かな、あるね、あれが忍者になってる。うわやめて、指でドローンってしてるやつのコラボ T シャツ、コラボ T AP って書いてある。ちょうどエイプのな、 あれで、アルコ&ピースもあるし、間にアンドみたいなの入ってて。俺今日なんでこんななまってんだろうねえ。境っていう。境。境みたいなのが言ったもんね。どうしたんだろうな、今日の。続きまして、ラジオネーム、ナスビマン。木曜、平子、ファッションブランド、
ポロリヒラコレ、ヒラコローレンをプロデュース。自身がデザインしたポロシャツは、今まで王道だったワンポイントロゴの部分をくり抜くことで、自分の乳首をロゴにしてしまうポロリシャツが大流行。あの布袋寅泰がライブで着用すると予告し話題になったが、布袋寅泰の乳首の感覚があまりにも狭く、定規の穴に乳首が出てこない、規定の穴に乳首が出てこないというハプニングが発生し、それが原因か、自然とブームは去っていく。もう何言ってんのか分かんなくなってきたよ。布袋寅泰さんの乳首の感覚狭くないよ。あんな大きいのに真ん中にギューって集まって、肌色しか見えねえな。見てくれよこのファッションくくり。なんだよ今週の。はい、ということでこのコーナーではタイムマシンで未来を見てきたあなたから、アルコ&ピースが放送日翌日からの1週間どんな感じになってるかを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に1週間と書いていただけると助かります。はい、それではここで1曲いかないです。はい、ここで1曲いかない。どんなお前ペイントだよ。綺麗あったな今の。インターネットでも聞くことができます。対象地域の方はパソコン、スマートフォンからラジコにアクセスしてください。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの酒井健太です。平子祐希です。はい、本日のメールテーマは酒井健太がマンチェスターユナイテッドで活躍する方法です。あ、まだやんのかこれ。メール来てます、ラジオネームテクノカット。おい、1週間のコーナーでなんで酒井ちゃんがマンユーに入団してないんだよ。これじゃあ未来があべこべじゃないか。本当だ。本当だよ。してねえからだよ。そりゃそうだろ。イザムと何やかんやったりね。してないですよ。こっちはこっち。全然してないじゃん。あ、こんな、あ、こんな人からも来てます。どうも、井筒監督です。僕も監督つながりで、モイーズに推薦しとくよって。ラジオネーム読んでみろ。笑福亭太田。抜け作じゃねえのかよ。なんだよ、フェイントだらけだよ。もう気づかねえ間でもうボールゴール前に行ってるわ。もうさあ抜かれた。監督つながり、監督なら誰でもいいとかじゃないからね。すごい切ってます。こんばんは、抜け作です。ええ酒井ちゃん、マンチェスターユナイテッド行くんだって。いいね、頑張ってね。ラジオネームは、ザッツ。うざい、もうわけわかんないよ。ただでさえ今日平子さんわかんないのに、ザッツが抜け作名乗り始めたら、おい、ちょっと言っとくぞ。本当に他のリスナーがそれラジオネーム他のリスナーの名乗るの禁止だ、マジで。ぐっちゃぐちゃになるから。この流れなんなんですか。せめてサッカーで縛ってくれよ。リスナー同士の名前交換いいよ、それ。曲がり角でぶつかって中身入れ替わったみたいなさ。もうやめて、本当に。うん、面白い。もう、サッカーでもよくわかんないのに。うん、ラジオネーム C クラス。酒井さんのポジションはボランチなので、うん、ポジションはイングランド代表経験もあるキャリックがライバルになると思います。うん、あと、ライバルチームのマンチェスターシティに田中邦衛が入るので要注意です。おうおう、あ、びっくりした。ボケか。ボケか。田中邦衛、そうだ、田中邦衛だ。びっくりした。俺、なんで俺普通のことしか言わねえメールと思って聞いて。田中邦衛っていう選手がいると思ったの。うん、いや、本当に一瞬今、ぼーっとしてた。わかんなすぎて。キャリックってはいるの？キャリックはいます。あ、これは僕じゃないんだ。うん、本当にいい選手ですね。悪いな、俺、この、うん、あの、メールで、うん、そこがボケだって言っちゃって。申し訳ねえ。恥ずかしいやつだよ。ラジオネーム C クラスごめん。ボケの部分抜き出してごめんな。俺、本当にサッカーわかんなすぎてさ。一番ショック。田中邦衛とかはボケかって言っちゃって。一番恥ずかしいわ。今で真っ赤に。ラジオネーム、ソラレン。選手の移籍の際には、うん、選手についてくるスポンサーも重要になります。香川選手が移籍した背景には、うん、選手としての実力はもちろん、
日本企業のスポンサー収入もあるのです。ここは太田プロのコネを使い、世界的にも有名な AKB48 から大島優子さん、指原莉乃さんを味方につけましょう。彼女たちにマンチェスターユナイテッドの宣伝をしてもらうオプションをつけて交渉すればきっと入団できますよ。いやだから、うん、あのスポンサーとして大島優子とサッシーをつけて、うん、マンチェスターユナイテッドの宣伝つけますよ、こんな大々的にやりますよって言えば、マンチェスターユナイテッド側も首を縦に振るだろうっていう、ね、だから入団してくださいっていうことですか、うんうんうん、マンチェスター48とかはあるの、あっちの国に。いやないですね、そのイギリスとかのあっちまでは行ってないんだ。いやないと思いますよ、さすがにイギリスまで行ってないんです。そっか、はい、みんなモデル体験みたいになっちゃう。そうそうそう。ラジオネーム豆山ビーン。ルービックキューブのパーツを一つくり抜いて、うん、そこに鬼勃起したチンコをねじ込んでプレーしましょう。日本代表本田は高校時代、大事な試合の日はこんな格好をしていたと月刊サッカーファンという雑誌で語っていました。本当？嘘に決まってんじゃん。勝ってカットするだろそれ。サッカーファンで鬼勃起した入れたんですよね、チンコね。ルービックキューブのパーツ一つくり抜いて入れたんですよね。ほんまね、気持ちよくてね。言わないでしょ。それがね、別に他の人がおかしいって言いますけど、僕は自分のスタイルでやりに行きましたんで、何がおかしいか全然わかんないですよね。後輩の村瀬の聞いてるからちょっとできんでね。こんだけですけども。もう、ほら、お前見ろ。お前サッカーのやつやってまともなやつ来ねえじゃねえか。まともなやつお願いしますよ、ちょっと。ラジオネームメロンイエロー。アルコ&ピースという必殺シュートを放てるようになれば大活躍間違いないでしょう。アルコ&ピースはガッツが200ある状態で、コントローラーの下、右斜め、下、右、下、右、斜め、下、右、四角ボタンを素早く入力すれば打てます。まるで稲妻のような軌道でゴールに飛んでいき、3人くらいならディフェンダーをなぎ倒せる強力なシュートです。酒井さん、頑張って習得目指してください。うん、お前これあのキャプテン翼じゃねえかよ、ファミコンの。あの強引なドリブルとかでガッツが足りないのやつだろ。ちょっと僕わかんないですけど。おめえわかんねえのか、やって、おめえここでやってねえのはダメだよ。僕キャプテン翼取んないでサッカーやってきたんですよ。あ、え？漫画もほとんど読んだことない俺。本当？うん。じゃあロベルト本郷とか知らないの？顔わかんないです。名前は聞いたことある。謎のヒゲ親父。いやわかんない。ブラジルカブレの謎のヒゲオエチ、ロベルト・コンゴの。セルジオ・エチゴみたいな感じの人ですか？一緒なのかな？一緒なんだ。俺逆にそのセルジオ・エチゴは名前知ってるけど、そんな、お互い、なんでお互い、なんかブラジル系の知らない人交換みたいな。あ、こんな人からも来てます。こんばんは、前園正清です。あれ？まずは酒井くん、マンチェスターユナイテッドへの移籍おめでとう。本物？俺は昔海外でプレーしたことがあるから何でも聞いてくれよ。でも、マラソンのアドバイスだけはやめてくれ。東京マラソンで芸人に負けた俺にはアドバイスはできないからな。でも、なんか口調が本物くせえな。うん。ラジオネームは？ネズミ後輩。ふざけんなよ。このパターンなんだぞ。もうやめてよ。芸人に負けたんだ。もう。あ、上田さんに。あ、ハイハイのですか？ハイハイ、うわ、それそうなの？前園さんがすごくないんじゃなくて、上田さんがすごいんじゃねえの？いや、そうだよね。あ、上田さん、次からそういう系統のやつ来ても、ラジオネームから読んでやれ、お前。あ、そうですね。ラジオネーム、スーパー野菜野人、うん。上手な梅雨の過ごし方ですが、湿気の多い季節なので、洗濯物が生乾きになり、カビ臭くなりがちなので、晴れの日には、ちゃんと洗濯をしようと心がけます。普通のなんでお前福田さんこのメール渡したんですか。悪かった俺がね、余計なこと言っちゃったからね。上手な、確かにこれは上手な梅雨の過ごし、あの貴重な晴れの合間にね、洗濯物をきちっとこなそうっていう、いろんなの来て、はい。引き続きあなたからのメールをお待ちしております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。梅雨の銘はもういりません。終わりです。
アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。平子さん、はい、ちょっとこんな方からもねメール来てるんですよ。何誰、こんばんは、酒井健太です。俺酒井健太も酒井ちゃんのことをモイーズ監督に推薦しておくよ。それじゃあ酒井健太でした。もうやめてよ、怖いよ。これは最高でしょ。表面世界の話になってきてんじゃん。誰それラジオネーム、概念覆す、ふざけんなよ。本当に覆してんじゃねえかよ。わけわかんなくなるもん俺も。概念覆すのラジオネームの意味初めて今なんかはっきり分かったわ。覆したね。怖いよ。もうサイコボックス的じゃん。大丈夫ですかこれ。いやいや、これサイコだな、ちょっとな。サイコだよ。これ危ない。概念覆す。はい、入れよう。ワンポイント。入れますか。ああ、サイコボックス。サイコボックス行き。サイコボックス行きです。危ない。俺頭ぼーっとした今聞いてて、ちょっと本当に。一番俺がぼーっとしてるよ。なりすましとかの中から本人が本人でもう。もういい。こちらのコーナー期待しましょう、はい、ちょっと今日はね。家族、我々アルコ&ピースはリスナーのみんなを家族だと思っています。僕平子はお父ちゃん、酒井は兄ちゃん、そう思ってみんなには接してもらいたい。このコーナーでは家族のみんなから本当の家族には言えない君の日常を送ってもらっています。もう本当にあの真面目な、真面目なやつね。本当の悩みをね、本当にちょっと相談してほしいと思ってるから、はい、新潟県バグパイプ、うん、父ちゃん兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。俺は中学まで野球やってたんだけど、高校では熱烈なスカウトによりラグビーをやることにしたんだ。それまで高校では野球やって甲子園でホームラン打つことが夢だったけど、今ではいい先輩たちと仲間と先生たちと共に汗を流してる。野球はもちろん好きだけど、それ以上に今のラグビー部が好きで、本気で日本一になりたいし、自分をラグビーに誘ってくれた先輩たちに恩返しがしたいと思ってる。背は180センチ、体重は91キロあって、自分で言うのは変だけど、自信はあるんだ。でも、正直なところ、今はどんなことをやればいいかわからないし、どんな自主練をやればいいかもわからない。だから人生の先輩である父ちゃんと兄ちゃんからアドバイスをもらいたいんだ。真面目で面白くない相談だけど、お願いします。え、終わり？やめてよー。本当に今日送ったらダメだよー。二重の罠だよー。これは。これこそ概念覆すということ。ダメだよ。俺もう内容聞いてね、どっからこうグイってギアチェンジ入るのかなと思って聞いてて。ガチガチでしたねこれ。俺今びっくりした。俺最初の A、 本当の A 久しぶりに出た。心からの A が、うん、ちょっと A、 もう変なブレ方する。もういろいろあんな今日コーナー5月ね、もう早々で終わっちゃうよ。一応ね、翔子さん、まあ、何、ラグビーをやってて、野球やってて、うん、ラグビー部に誘われたんだよね、うんうん、どんな自主練やればいいかもわからない、うん、だから人生の先輩である兄ちゃんにアドバイスが欲しい、うん、まあラグビー、まあ僕もねラグビー部で一応鳴らして ね、東北選抜まで行ってますから ね、そうだな。まあ本当ラグビーって本当に、うん、まあもう何のスポーツでもそうですけども、うんうん、やっぱりその足のあがく強さなんだよね、言ったら。だからね、あのよくやったのがそのタイヤ引きとか、タイヤ引きとタイヤ押し、うん、その引く力と押す力、両局面で鍛えていかなきゃいけない、うん、引くだけでもダメだし、押すだけが強くてもダメ、うん、引きも押しも両方強い、うん、そのまあとりあえずそのオールマイティな強さを。いやこうなるんだって。だから真面目な相談しないでくれよ。真面目な相談待ってますっていうのはそういうの待ってないってことだから。やめてくれよこれ。リスナー酒井にそんなこと言わせんな、マジで。やめてくれよマジで。オールマイティとかじゃないんだよ。やめてくれよ。おいリスナー猛省してくれよな今日のは。嘘だよって言わせんなよ。ふざけんな。ちょっと次行こう、ラジオネームマルガリマルゲリータ。お父ちゃん兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。
はじめは小さなコブのようなものだった。僕の右肩に現れたそれは日増しに肥大化してゆき、一週間が経過した頃には野球ボールほどまでになっていた。その野球ボールほどの何かの成長は止まらず、細長くなったと思ったら、その何かは着せ替え人形ほどのサイズの人間の形に変化していった。またしばらくすると、人の形を模したそれののっぺらぼうだった顔に凸凹ができ始め、顔までリアルな人間になった。そしてその顔は紛れもない、ミスチルのドラムそのものであった。僕の右肩に入ってきたミスチルのドラムは言葉を喋るようになった。僕の悩みや愚痴を文句一つ言わず聞いてくれるので、ミスチルのドラムは大切な友達です。ミスチルのドラムは僕の右肩に入っているので一人ではどこへも行けません。なので僕がいろいろなところに連れてってあげたいです。これからもミスチルのドラムと仲良くしていきたいなと思います。これが僕の夏休みの思い出です。おー、ちょうどいい真ん中のやついねえのかよ。ちゃんとしたやつか、もう最高か、もう真ん中のネタメールみたいなさ、ちょうどいい、おー、ちょうどいい最高いねえのかよ。やだよ、ゼロと100しかいないよ。神奈川県ラジオネームジジイと犬。お父ちゃん兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。まずティッシュの空き箱を用意して側面に穴を開ける。上の取り出し口から今開けた穴に紐を通して端と端を結ぶ。最後に箱の中を炊きたての赤飯で埋める。これで伝統的なジャンボの出来上がりさ。やめてよ。こういう処刑ありそうだな、なんか精神崩壊するやつ。これもうちょうどいいやつ、そろそろね。お願いします。ラジオネーム関口優斗。お父ちゃん兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。俺って何にでも七味唐辛子をかけちゃう系男子じゃん。この前小さい定食屋に行って、いつものように出てきた料理に七味唐辛子を大量にかけたんだ。そしたらその店の店長がそれを見て激怒しちゃってさ、そんなに七味をかけたら台無しだ、何でもかんでもかけりゃいいってもんじゃないって具合にまくし立ててきたんだ。だから俺は言ってやったよ。おい、俺は何でもかんでもかければいいとは思ってないぜ。だって今料理にあんたの唾がかかって最悪の気分だからなってね。おい、終わりだよ。なんだ、もういろんなパターン今日あんな。相談でも何でもない、もう。もうやだ、もうやだ、ダメだ。ネタメールが欲しいよ。期待しましょう。愛知県ラジオネーム、ロックンロールビーチク。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。先生は、寄り道せずに帰れよ、と言いましたが、僕は学校の帰りに、土管が3本置いてある広場で遊びたかったので、安尾くんと寄り道することにしました。3本縦に積み上げられた土管の中を、上から下まで落下する遊びで、安尾くんは、尻の骨を粉砕骨折してしまいましたが、僕が赤チンを貸してあげたら保健所の指導もいらずに済むのです。夕方になり、安尾くんと僕は家に帰ることにしましたが、ランドセルをどこに置いたのか忘れてしまいました。ランドセルでございます、ランドセルでございます。どんなに呼んでも返事はありません。ランドセルですから。僕は家に向かって歩き出しました。もう何これ、何これ、お前らなんで一丸となってこのコーナー6月以内に終わらせようとしてんだよ。やめてくれよ。何これ、応用が早いのよ。もうやめて、もうちょっと次行こう、はい、ラジオネーム農機具。おいおい。農機具かよ。
まあでも前回のでね、はい、サイコポイント2ポイント一気に入ってるから、もうちょっと反省してる、はいはいはい、してることでしょうから、ちょっと期待しよう。はい、ラジオネーム、農機具。お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。今日は、肘の裏から幼稚園が生えてきました。ダメだ。その幼稚園には、たっくんも、ようくんも、かずくんもいました。僕は、たっくんとようくんとかずくんと一緒に泥形容して遊びました。僕は肘の裏から幼稚園が生えてきたのはとても面白いと思いました。その後僕は映画館に行きました。映画館だとアイアンマン3がいっぱいあったので僕はアイアンマン3を見ました。すると僕はアイアンマン3はアイアンマンが幼稚園に行く話だと思ってましたが、アイアンマンは幼稚園に行かなくてすげえビビりました。すると町山さんは「アイアンマン3は中国の資本で作られた映画だ」と言っていました。僕は町山さんはこんなに物知り博士だなんてすげえビビりました。すると AKB のパルルが僕に話しかけてきました。僕はパルルは僕とは仲良くないかと思っていたのに、いきなりパルルが話しかけてきてすげえビビりました。パルルは僕の肘の幼稚園にいるヨウくんに話しかけて、パルルとヨウくんは仲良くなりました。僕はパルルとヨウくんが仲良くなると思っていなかったのですげえビビりました。あと僕は今日カッパを見ました。あとじゃねえよ。やめろよ。お前この何これ、この微妙に本当に幼稚園児の日記みてえな文脈残すのが危なさを増加させてんだよな。やめろよ。これダメだ。これあるうちは一部いけねえな。農機具よ、やってねえよな。ね、俺らのリスナーから出したくねえからよ。ちょうどいいやつね。募集しましょう、ね。本当に。はい。ということで、このコーナーでは家族のあなたからのメールを募集しております。メールアドレスは ap@allnightnippon.com です。懸命に家族と書いていただけると助かります。メールの入り口は、お父ちゃん、兄ちゃん、聞いてほしいことがあるんだ。で、お願いします。もうメールの募集でちょうどいいやつって言わせねえでくれよ。そうだよ。酒井、好きなマークはなんだ。若葉マーク。悪くないな。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。アルコ&ピースの平子由紀です。元気いっぱい酒井ちゃんのコーナーのはずなんですが、ちょっと、あれ、酒井がいないんですよ。酒井は？平子さん！平子さん！え？何？どこにいんの今？今僕はですね、4階のスポーツ部にいます。え、何これ、中継？平子さん！中継？平子さん！何？勝負しよう！何の？俺はマジなんだよ。マンチェスターユナイテッドで活躍したいんだ。だから平子さん、サッカーで勝負しよう。え、何？平子さん。え、何？どういうこと？どういうこと？平子さんが、俺からボールを奪えたら、俺は日本に残る。でも、俺が平子さんを抜くことができたら、その時は、イングランドに行くことを認めてくれ。だから、俺と勝負してくれ！絶対に負けられない戦いがそこにはある。ちょっと音止めて。音切って。ごめん、音切って。酒井？酒井？はい、はい。おい、行かないよ。平子さん。平子さんが俺からボールを奪えたら。え、なんかこれ録音？俺は日本に残る。中継でしょ？でも俺が、平子さんを抜くことができたら、
その時はイングランド行きを認めてくれ。だから俺と勝負してくれ。絶対に負けられない戦いがそこにはある。止めて止めて止めて止め、音楽止めて、音楽流さないで。この後これ何、酒井の声録音じゃないでしょ、中継でしょ。酒井、平子さん、酒井、はいはい、あ、中継じゃん。平子さん行かないって。平子さん、俺今日の茶番は無理だわ本当に。平子さんが、俺今日何喋ったか全然分かってないもん自分で。俺からボールを奪えたら、え、怖い、何これ。俺は日本に残る。でも俺が平子さんを抜くことができたら、その時は酒井、イングランド行きを酒井認めてくれなあ。だから俺と返事しろってお前、勝負してくれ。絶対に負けられない戦いがそこにはある。いや、止めて止めて、止めろ止めろ止めろ。石井もう音出すな、これ。二度と、二度とだよ。俺次やったらマジでぶっ殺すからね。俺がフーリガンになるよマジで。ブースごとほんとつぶ。おい、怖い怖いよ、なんだよ。平子さんが俺からボールを奪えたら、ではここで一曲お聴きいただきましょう。でも、高橋優で俺が平子、同じ空の下。その時はイングランド行きを認めてくれ。芸人は2種類に分けられる。アルコ&ピース、それ以外だ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。元気が欲しいよ。だよ、酒井ちゃん。酒井ちゃんがいなくなっちゃってたからできないよ。元気が欲しい。もう。元気が欲しい。なんの？はい、やっていきなこちゃん、はい、元気いっぱい酒井ちゃん、このコーナーでは後半に、差し掛かって急に元気がなくなって子供っぽくなってしまうアルコ&ピース酒井ちゃんが元気になるようなメールを紹介していきます。朝日が怖い、朝日が怖いよ。溶けるよ、溶けないよ、溶けちゃうよ。いくよ、じゃあね、元気もらおう。元気欲しい、ね、ラジオネーム超獣ギガジャクソン。酒井ちゃん、 CD ショップの視聴器で今ならスキャットマンジョンが聴けるよ。元気じゃない。あ、元気じゃないの。パッ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 ピッポッパーパッ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 。元気だ、元気になってきたじゃん。元気じゃなんない、朝日怖いよ。朝日が怖い。もう分かんない今日。じゃあ行くよ、もう一枚しかないよ。酒井ちゃん、さっきどっか行っちゃってたからもう時間ないんだよ。ラジオネーム旦那シモン。酒井ちゃん、 J リーグカレーができましたよ。元気いっぱい、酒井ちゃん。なんでこれで元気なんだよ。元気いっぱい、酒井ちゃん。なんでピーパッパパラッポで元気じゃないのに J リーグカレーで元気になったの。カレーだよ、マサオ、マサオ J リーグカレーだよ。怖い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 、もう怖いよ。どっちだよ、もうやめてくれよ、もう。ということで酒井ちゃんが元気になったということで今日終わりですね。引き続きね、元気いっぱい酒井ちゃんにもね、メールの方送ってください。ap@allnightnippon.com、ap@allnightnippon.com、懸命に元気いっぱいと書いていただけると助かりますと。お前なんだよ、今日。頭狂うよ。アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ。はい、アルコ&ピースのオールナイトニッポンゼロ、そろそろお別れのお時間です。はい、すごい回でした。俺もう何がなんだか分かんない今日本当に。サッカーボールも僕少し前で持ってきたんで。何なんだよ。ラジオでサッカーボール準備してきましたとかじゃないよ。分かんないよ、ね、あるんですよ、俺のあるんですよじゃないよ。メールの方ね、はい、来てます。ラジオネームドットコム。俺今までなんとなく酒井ちゃん派だったけど、最後の平子の決断を俺は圧倒的に支持する。そりゃそうだよ。今まで酒井ちゃん派だったんだ。お前がまともだと思われてたんだろ。そうじゃないよ。お、なんと。何？こんな人からも。もういいよそのフリー。あ、すごい。どうも抜け作です。
酒井さん、マンチェスター入団おめでとうございます。平子さん、酒井さんは忙しくなってラジオできなくなると思うので、僕でよければ一緒にラジオやりましょう。ラジオネーム誰だよ。抜け作。落とし穴よけだと思ったらその先も落とし穴じゃんか。もうセーフティーゾーンねえじゃん今日。間違ってないんだけど。今日セーフティーゾーンどこだよ。もうむちゃくちゃだよ今日。どこに何があるかわかんないよ。もうちょっと、ラジオネーム地球の明日。ラジオって大変だね。いや今日が大変なんだよ。みんながもうみんなぐちゃぐちゃにしてったな。味方いねえや。してったよ本当に。もうこれで隠れなんちゃらとか切ったらわけわかんねえぞ今日。メールも、この今テーブルぐちゃぐちゃですこれね。メールね、あのいろんなテーマごとに分けて置いてんだろうね、作家の福田君がね。ぐちゃぐちゃになってる。こんな気ないよ。どこにどういうセレクションで分けていいかわかんないけども、めちゃくちゃになっちゃってるからね。みんな最高だよ、みんな最高。もうちょっと一回来週落ち着きたい。そうですね、来週ちょっとラジオらしいラジオやりたいよ。ちょっとね、これ続けてたらダメだ。どうにかなるわ。本当に本当に。どうだよ、本当すごいわ。特に家族だよね、やっぱり。家族ももうの家族もあの家族がそんなに突飛してなくなってきてる。そうだね、そうだね。全体的にちょっと底上げがひどい。そうだね、ちょっと一部目指して頑張りましょう。本当だよこれ。もう一部もクソもねえから。これじゃあ本当にすな。みんなの力が必要なんだよ。サイコってもう振りじゃねえからさ。本当に1日で 1,2 件ありゃいいからお願い。真面目な相談は嘘なんですもんね。ね、もうそれも分かんなくなってきた、ね、もう自分らで、はい、はい。ということでここまでのお相手はアルコ&ピースの酒井健太と平子祐希と前園正清でした。またいたー。